はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、パーフェクトデクレアラーデッキ、機械天使入ってるんですけど、パーフェクトデクレアラーデッキです。これははい、パーデクデッキを組んできたんで、やっていきましょう。これは OCG の方でも私こんな感じのデッキを、組んでまして、まあ、ほぼ再現できました。クソゲーです対話を拒否していきます。まあ、デッキ名見ていただいて分かるんですけども、遊戯王やめのやめの光線って呼んでるんですけど、あのこのパーフェクトデクレアラーっていうモンスター皆さんご存知でしょうか。これねマジで今のドライトロンにさ、あの入ってるさ、アルティメットデクレアラー、あのアーデクん、アルティメットデクレアラーに、アルティメットデクレアラーっていうアルデクと言われているモンスターの、なんだろう、レベル6番なんですよこれ。機械天使とこのモンスターすごい相性が良くてレベル6なんですよね。で何するかっていうと、このモンスターが、まあ、アルデックの、まあ、ちょっと介護官みたいなとこあるんだけど、効果めっちゃ強くて、相手がモンスターの効果魔法トラップカードを発動した時、手札から機械天使族モンスター1体を墓地を送って、その発動を無効にした回数で、これねターン制限ついておりません。はい、宣告者ってターン制限全員つき忘れてるんで、アルティメットデクレアラーもパーフェクトデクレアラーも一切ターン制限ついてないんですよ。これがねマジでやばくて、これ先行でパーフェクトデクレアラー立てると、相手が発動した効果ひたすら片っ端から無効にしてくるんで、ガチで遊戯王やむのやむの構成なんですよこれ。はい、今日はこのモンスターを活躍させる、これちなみに一応フリー対戦とかで使わない方がいいです。フリー対戦とかカジュアル対戦で使うと絶対切れられるんで、もしフリー対戦で使う時の、代用品としてサフィラってやつがいまして、こいつ結構ね強いんですけど、これね竜騎神サフィラ、このパーデクのところを、サフィラとあとこのデクレラープロフェシーのところを祝祷の成果にしていただくと、結構ねフリー対戦用の、デッキになるんじゃないかなと思うんで、もしね あとクリステア抜いてね、そういう時はねクリステア抜いてで、使っていただければなと思うんですが、でじゃあこのモンスターをどうやって使っていくかっていうと、まあ、目指す盤面なんですが、目指す盤面はこのデッキクソゲーするんで、パーフェクトデクレアラーとクリステアを目指します。はい、これちなみに効果なんで無効で、でこれ特殊召喚封じです。3番目の効果ね、このカードがモンスターゾーンに存在する限りお互いにモンスターを特殊召喚できない、マジでクソゲーなんですよこれが。やばいです、このロック盤面が効果なんで無効にして特殊召喚できないっていう、まあ、マジ地獄みたいなこと起きるんですよね。これがまあ強くて、この盤面を、まあ、作ってクソゲーをしていくっていう、そういうことですね。でこれどうやってやっていくかっていうと、今デクレアラーディバイナーっていうこの最強の初動モンスターがいまして、これ結構ね決まりやすいんですよね。このカードが召喚特殊召喚に成功した場合、デッキエクストラデッキから転移速モンスター1体墓地を送ると、でこのカードのレベルがターン終了時まで送ったモンスターのレベル分だけ上がりますってことで、これでアーデクをね墓地を送ると、これ墓地を送られた場合に月式魔法とか月式モンスターサーチできるんで、なんか1枚アドバンテージを稼ぎながらデクレアラーディバイナーの、レベルがレベル6になると。でこいつチューナーなんですよね。ちなみに、機械天使もレベル6なんで、あとパーフェクトデクレアラーもレベル6なんで、こいつレベル6のチューナーで、まあ、この辺がレベル6の儀式モンスターじゃないですか。チューナープラスチューナー以外のなんかレベル5以上のモンスターを墓地に送ると出せるモンスターがいるんですよね。それがこのアルティマヤツヨリキンっていう、まあ、通称タクシーと呼ばれている、カード要は召喚条件ね、このカード進行召喚できないし、自分のフィールドの表側表示のレベル5以上で同じレベルのチューナーとチューナー以外のモンスターを1体ずつ墓地を送ると特殊召喚できるよと。これがねめちゃくちゃ相性良くて、デクレアラーディバイナーとサイバーエンジェルのこの2体が盤面に並んでればもう出せるんですよ。でこいつ何するかっていうと、一旦に一度自分のフィードに魔法トラップカードがセットされたら、シグナー系のドラゴンか、パワーツールを出せると。でこれで出してこれるモンスターってやっぱりいっぱい強いのがいるんだけど、まあ基本的にはやっぱクリスタルウィングシンクロドラゴンになるんですけどね。で、ちなみにこいつはモンスター効果を無効にしながら、モンスターを攻撃する場合なんかめっちゃ強くなるみたいな効果で、もう雑に説明するけどめっちゃ強いってことですね。はい、でこれをタクシー出していくっていう動きが、カードをセットすることによって、行うことができるんですけれども、これねこの過程で墓地に儀式モンスターが4体になるんですよ。まあ、まず、パーデクを儀式するときに、リダテンベンテンかなんかを、使っているんで、墓地に、行ってると、1枚ね1枚行ってると。でアーデクが、デクレアラーディバイナーの、コーストで墓地に行ってると。でアーデク
かデクレアラディバイナーと、まあ、弁天か多分イダ天だと思うんだけど、イダ天あたりがシンクロ召喚扱いになって墓地に送られるんで、これでもう4枚になるんですよ墓地の天使毒が。そうするとこのクルッセアが出せるんですよ。このギミックがねとても強いこれを通称僕は遊戯王山の闇の構成と呼んでます。はい、まあ、もちろんね普通に機械天使の動きをして、まあ、イダ天弁天しながら、まあ、ダキに出していったり、まあ、ビシュヌを出していったりとかっていう動きももちろんできるんですけど、メインはあれデクレラディバイナーとパーデックを使ってクリスティアとパーデックの盤面を目指していく。でクリスタルウィングシンクロドラゴンも出てるみたいな、その盤面ですね。はい、まあ、機械天使デッキとかついてるけど機械天使ほとんどコストになってるからあんまりいいみたいなところあるんだけどね。はい、で1枚1枚カードを説明していくと、サイバープチエンジェルが3枚で、サイバーエクエンジェルが1枚でデクレアラディバイナーが3枚でマンジュゴットが1枚で、オネストが1枚。これは機械属性だったらね、戦闘で無敵になれるんで、例えばデクレアラーが攻撃力1800でぶん殴った後に次の回収の後に2000ぐらいのモーション殴られそうみたいな時にデクレアラーからぶん殴ることもできますし、ね。はい、で、クリスティアが1枚、これはロックするためですね、特殊感を。で、ナーサテイヤが1枚、ベンテン3枚、イダテン3枚で、パーデックが2枚、ダキニが2枚、ビシュヌが1枚。まあ、このデクレアラと、これ儀式、デクレアラプロフィシーって言うんだけど、この2枚は、まあ、下準備でサージできるんで、まあ、2枚ずつでいいかなと思ってるけど、まあ、ここ別に3枚にしたら、下で。それはそれで強いから、まあ、3枚でもいいかもしれないですけど、まあ、下準備あるんで、まあ、2枚ぐらいでちょうどいいかなと思って僕はこれにします。はい、で、ダキニが2枚で、ビシュヌが1枚で儀式の、準備、これはレベル7以下の、ね、儀式モンスター持ってこれるんでこれ全部持ってこれますから、はい、この辺なんでこれ3枚で下準備は1枚か2枚になるカードで、デッキから儀式魔法と儀式モンスター、その儀式魔法にカード名が記されている儀式モンスターですか、を持ってこれると。これねサイバーエンジェルって名称指定されてないんですよ。これサイバーエンジェルモンスターってなっちゃってるんで、こういうの持ってこれないんですけど、ちゃんとパーフェクトデクレアラーは、デクレアラープロフェシーって書いてあるし、デクレアラープロフェシーの方にも、パーフェクト、デクレアラーって書いてあるから、だからこれは持ってこれるということで、自身の下準備対応してると。であとは結婚式ですね。はい、結婚式は、魔法カードを捨てると、デッキからね儀式魔法か儀式モンスターを持ってくれるという最強効果と、墓地の儀式魔法を、まあ、儀式魔法じゃない、魔法カードを戻した数分のレベルを持ってるモンスターを特殊ができるということで、これで、デクレアラーディバイナーを蘇生したり、あとサイバープチェンジェルを蘇生したりできるんで、まあ、めっちゃ強いから入ってるっていう感じですね。はい、で、機械天使の儀式が3枚と、これちなみにパーフェクトデクレアラーも守れますんでね、墓地から除外すれば。はい、だからデクレアラーの祝福の許可リチュアルチャージのコストとしてとても優秀なんで、はい、3枚で、デクレラプロフィシーが2枚で、機械天使の絶対騎士が2枚、墓穴の指名者が2枚、これはもう誘発を、ケアするためです一応ね一応先行展開でウララとかゾウジとか言われると嫌なんで、まあ、墓穴の指名者を、まあ、2枚だけ積んでるっていう感じですね。で、エクスタデッキアークデクレラが3枚、ライトロダーアークミカエルが1枚、それからブラックローズが1枚、ゲッカリの方ね。で、クリスタルウィングシンクロドラゴンが2枚、アルティマツヨルキンが2枚、クリスタルウィングファーストドラゴンが1枚。この辺の、シンクロモンスターは全部アルティマツヨルキンで、タクシーで出してくるっていう感じですね。で、トロイミア系のモンスターは、なんか適当に入れてんだけど、これ別になくてもいいですわ。で、これ、ミラージュデクララ、これは強いですね。これ天使、同じ種族、属性のモンスターか、が2体で作れるんだけど、魔法カード、トラップカードの効果が発動したら手札から天使族を1枚墓地に送って発動無効にするよっていう、効果を持っているのと、あとこのカードが相手によって墓地へ送られた場合、自分の墓地のね、儀式モンスターおよび儀式魔法の中から合計2枚を選んで手札に加えるっていうのが超強いことが書いてあるんですよ。これで、自爆特攻して回収するとかもできますし、まあ、普通に破壊されて回収することもできるんで、これめっちゃ強いからこの効果なんで、これはまあ3積み安定かなっていう、そんな感じです。はい、早速ね遊戯王やめろやめろ光線をねお見舞いしていきましょうよ。皆さんぜひね真似しないようにデュエルスタンバイ。さてクソゲーをお見舞いしていくぜ。クソゲーをな、このゲームがどういうゲームか教えてやるぜマジのクソゲーをお見舞いしてやるから、手札的にはまあとりあえずリチュアルチャージを発動していくぜ。祝福の教会リチュアルチャージ結婚式を発動。
結婚式の効果により手札のマジックカードを墓地に送ることによってデッキから儀式モンスターまたは儀式魔法カードを手札に加える。あやりますね。とりあえずさ、挨拶みたいに売られてるんだよな。まあ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 、確かにそれは止めざるを得ないか。まあ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 、そのぐらいで終わる僕じゃないですよ。デクレアラディバイナーを召喚。デクレアラディバイナーの効果を、召喚に成功した場合、デッキエクストラデッキより、なんか何らかのピンストグモンスターを墓地送ると。で、アークデクレアラのモンスター効果発動。アークデクレアラのモンスター効果により、墓地送られた場合、儀式魔法また儀式モンスターを何でもサーチすることができるっていう最強の効果。これによりデクレアラプロフェシーを加えさせてもらうぜ。そしてデクレアラプロフェシーの効果を発動。デクレアラプロフェシーの効果により俺はレベル6の デクレアラディバイナーを墓地の振ることにより現れよ。アルティメット対話拒否モンスターパーフェクトデクレアラ。そしてデクレアラプロフェシーの効果をチェーン1で発動。さらに、回収はこれ。そしてチェーン2でデクレアラディバイナーの効果を発動。デクレアラディバイナーの効果によりデッキからレベル2以下の転職モンスター相手を特殊召喚することができる。これによってデッキより現れろサイバープチエンジェル。そしてサイバープチエンジェルが特殊召喚に成功した場合の効果を発動。サイバープチエンジェルは特殊召喚に成功した場合デッキからサイバーエンジェルまたは機械天使の儀式を持ってくることができる。これによってまあとりあえずサイバーエンジェルですね。まあコストの方がいいでしょう。これで3回交換こう3回効果無効はさすがにきついでしょ。まあ、相手手札5枚。手札5枚のうち3個は無効にしますよ。はい。まあ、このモンスター、立ってるとマジでめんどくさくて、ひたすら効果無効にしてくるんで、デュエルが先に、無理、DD か。なるほど。全然無理だね。こっちかな。ちょっと一応ね、サーチできる系のモンスター、今、弁天でよかったかもしれないな。まあ、いいや。はい。で無効、契約書無効、契約書3連発とかは普通に無効にしてくよ。セット。無理。全然無理。さあスワロスライムの効果によって、なんか融合しようとしてくるから、これを無効にしていく。よし。あと手札は2枚。あと手札は2枚のようですね。さあ、どうしますか ?DD 使いさん、赤羽くん、大丈夫ですか？息をしていますか？この対話拒否アルティメット対話拒否モンスターによって完全に先行制圧されましたね。あのアルティメットデクレアラーよりかは優しいでしょあれやばいけどね。あっちの方がやばいけど。儀式の準備、なるほど。儀式の準備きたか。儀式の準備、ちょっと一回儀式の準備打ってみるか。儀式の準備打って儀式の準備打ちます。でうらら、あうららか、ちょっとくせえな。これはまあでもしょうがないですね。あれなんでしょうね、あのクセカードマジ怖いですね。鬼怖いですね。あでも一応特殊召喚はできるのか。特殊召喚できるんだったら特殊召喚しようか。でサイバープチエンジェルを蘇生しといて、サイバープチェンジで蘇生していこう。さあ、墓地の魔法カードを、デッキに戻すことによって墓地の、レベル、戻した数と同じレベルの天一族モンスターを特殊召喚できるという効果。サイバープチェンジルバルキリーの契約書、止めざるを得ない。いやなかなかいい勝負になってきたな。パーフェクトデクレアラのモンスター効果を発動するぜ。いやこれデクレアラディバイナー使えなかったな。ディバイナーないとね、結構ね、これ、自利品になる可能性あるんですよね。で、リゾルブしていく。よし。でも手札、相手ね、なくなった。よし、これで手札なくなった。サイバープチェンジェルの特殊召喚。で、サイバープチェンジェルの効果発動。サイバープチェンジェルの効果によって。何持ってくれんだ、これ。まあ、でも、まあ、モンスターであることなの、絶対に。絶対にモンスター。でだ。攻撃表示いいんじゃねえか。モンスター効果も無効にできるし、でも何もできんだろ、あれで。とりあえず300Bと1800Bとかまして、よし。で、ここライフ取りに行く。で、メイン2入って、で、リンク召喚して、このドーチャラの宣告者出しよっか。
ミラージュデクレーラー使います。はい、ミラージュデクレーラー君は相手に破壊されると墓地の儀式魔法と儀式モンスターを回収できるというぶっ壊れ効果を持っているので、よし。で、エンド。で、手札は1枚手にしとく。さあ、またもう一回効果無効にさせてもらうぜ。どうする？これがデュエルを停滞させる最低のモンスターだよ。リディオルトロス。いいんじゃないの？リディオルトロスはいいよ。リディオルトロスはいいや。別に。それは別にもう許容します。止めてくれみたいな。ネクロスタイム。あれ？そんな可能しだ。めんどいね。1対1と書いてあるね。これ無効だね。これ無効だね。これは無効だね。やばいぞ。でも待って。これ捨ててしまうとこれ次のターン、あれ マジックカードだったら別にいいわ。マジックカードだったら別にいいわ。マジックカードでいいし、モンスターでもいいのか。別に無効にはできる。エンドね。いいよ、全然エンドはいいよ。でドロー。オッケーオッケーオッケー。また無効にはできる。よし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 。ひたすらビートダウンしていけ。ひたすらビートしていけ。600ビート、1800ビートしていけ。ふんふん。よし、お前のライフは残りあと3200。まだ削れねえけどな。まだ削れねえのか。マジか。これ魔法カードの方がよかったな。もういいや、完了。これがですね、皆さん、宣告者っていうカードのいけないところなんですよ。ひたすら相手を止めて動かないくせにちま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 しか削れないからワンキルできないっていう。あ、それは別にいいんじゃない。これは別にいいんじゃないの。これまたネクロスライム止めないとアタッカーできるもんね。ペンデラム召喚できないもんね。別にね。オルトロス。ああ破壊か。ああめんどいな。あ、リチュアルチャージ破壊はちょっとめんどいな。ちょっとめんどい。まあでもネクロスライムがいるんで、あのネクロスライムを止めないといけないんで、絶対に俺は。やべ、これ次のデッキトップ魔法カードやったら終わると。ちょ待ってくれ待ってくれ待ってくれ。ちょ待ってくれ頼む。デクレアラディバイナーかなんかをください。お母さん、お父さん、神様、仏様、お父さん、お母さん、おばあちゃん、おじいちゃん、お願いします。ちょデッキトップ転移速度お願いします。はっ、よし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 で、よしよしではあるが、よしよしではあるが、これ突破できない。マジで突破できない。3200出るモンスターなんかいないの。リンクさんくらいから、そんなやついないか。なんか精霊ぐらいか。でこれでメイン2入って、ターン終了するしかないんだけど、いやこれ意外とやばいか。これまたネクロスライムとハンド1枚あるだろ。これ1回しか止めれんぞ俺。もうこれ次ペンデラム召喚飛んでくるな。マシン王の契約書やばい。うわこれどっちにしても融合されんのか。待ってくれ、どっちにしても融合されんのか。ちょっと待ってくれ。うわきちい。どっちにしても融合されるマシン王の契約書をもうこれ止めざるを得ないんじゃない。これミラージュデクレアラーで止めざるを得ない。で無効にして破壊するという効果、バリ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 バコンってなるけど、ネクロスライムの効果が使われて、やばい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 ぞ、やばいんじゃないか、やばい、ついに突破させてしまうかもしれない。ネクロスライムと、これ何が出てくるんだこれ。ネクロスライムと DD、 ネクロスライムと DD プラス DD か。あーでもそんなに大したモンスター出てこないな。これはなんだっけ、あテムジンね。はいはいはい、テムジン。いやでもテムジンから展開は伸びない、絶対に。よし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 、オッケー。まだある、まだワンチャンあるぞ。まだワンある、まだワンある、まだワンある。ちょっとデッキトップこれ何引けばいい。これデッキトップ何引けばいいんだ。ストロー、マンジゴット、お前遅いんだよ。マジ遅い、こいつマジで遅い。じゃあこれはだな、バトルフェーズ入って、でとりあえずデクレアラ特攻して破壊されます。でデクレアラ効果で、デクレアラ効果で儀式モンスターと儀式魔法持ってくるんでしょ。つまりね、手札に加えるカードがこれ伊達天弁天できればいいのか。つまり結局、いやでもマンジュだから、お、わかったぞ。これ、わかった。イダテン、イダテンデクレアラーすればいいんだ。イダテンじゃない。弁天デクレアラーすればいいんだ。これもう一回地獄を味わわせよう。もう一回、もう一回遊べるぞ。あ、違う、バトルフェイズが今。バトルフェイズだから、これメイン室入る。
メイン2入って、で、マンジュゴット召喚。マンジゴット召喚成功時効果発動。マンジゴットの効果により何らかのカードを手札に加えることができて、もちろん加えるのはデクレアラープロフェシー。これ、あ、でも伊達天弁天から入ったらよかったか。伊達天弁天から入ったら3800になったな。これちょっとミスったか。伊達天弁天してからデクレアラーでよかったな。まあいいや。で、こうして、あ、でもそうすると手札なくなるか。そうすると手札がなくなる説はある。で、デクレアラープロフェシーの効果、まあ、ゆっくりいきましょうよ先生、まあ、ゆっくりいきましょうよ先生。はい。で、弁天効果でリリースしながらカードを2枚手札に加えながらのまた地獄の展開をしていく。儀式モンスターをサーチできる方がこれアドバンテージこっちの方が稼げるんで、多分こっちにして、で、弁天が返ってくると。よし、地獄は再び地獄は始まりますよ。これでターンを終了ですね。さあ相手のターンですよさあどうしますか。あ、もうネクロスライムはありませんね、墓地に。さあ手札は何ですか。 DD ゴースト。あ、八神教。これ八神教なんか強いやついんのか。まあ、強いやついたとしても戦闘で抜かれなきゃいいんだけど、え、これ待って、それシンプルにこの戦闘破壊っていうパターンある。2800超えられるみたいな。やばい、何ができるのこれ。ちょ、2800いいから頼む。サイクレードは2800だ。いけるいけるいける、それはいい。全然これはね、魔法カードを止めるっていう、魔法トラップか、魔法トラップを止めるみたいな効果を持ってるんですが、これはもうマジでどうでもいいですね。で、 DD ゴーストは除外されている自分の墓地の中から契約書カードを墓地送る。あ、それは別にどうでもいいな。さあどうしますか。殴ってくるしかないですね。まあとりあえずマンジゴットかなんかが殺される感じですか。ああ、マンジ殺されるのいいよよし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 伊達天弁天していくスタイル。デクレアラーを墓地送りながらレベル6にして、効果によって伊達天弁天してく。はい。あ、伊達天もう1枚しかないのか。捨てすぎたな捨てすぎ問題発生したな。まあこれ伊達天持ってくる。で、これ分かったわ、これ分かった。余計なことしなきゃ、余計なことしないで、ちょっとタクシー呼ぶわ、タクシー呼ぼ。あ、でも残りライフ800あった。ヘイタクシー、ヘイタクシー、カードをセット。アルティマヤツヨリキンの効果発動。赤き竜の技よ、今俺たちの勝利を目の前に。いけ、クリスタルウィング、シックのドラゴン。これが機械停止デッキこれが機械停止デッキだ。いけ、クリスタルウィング、シックのドラゴンの攻撃。レプロッククリスタルステッチ、これが機械天使デッキですよ皆さん。はい、これが機械天使デッキ。いやー、ちょっと先行取られたのきついね。先行取られるとね、割ときついね。あ、これ先行だったら逆にめちゃくちゃ強かったけどね。悪王アグリマ、あ、これシャドウディストピア持ってくるんじゃないですか。出た、何デッキだこれ。シャドウディストピア、何、インフェルノイドですか。スネークレイン、あー、なるほど、スネークレイン、レプティレスバースキー、はあ、はあははあ、なるほど、冥界とかですかね。冥界ってそっち系の。スネークレインは手札を打ちましてると、爬虫類を死ぬほど墓地に送れるっていう、めちゃくちゃやばい、あの愚かな埋葬で4回分できるみたいな、ま、ぶっ壊れ方なんですけど、冥が強っ。冥界のジャスイレン、自分の墓地に爬虫類属のやつさん5種類以上存在している場合、自分の墓地から爬虫類のモンスターを置いて墓地を送りながら特殊召喚できちゃうと。デッキから送ったモンスターそのまま特殊召喚できる、つまりデッキから特殊召喚実質最強。まあ、墓地から特殊召喚してきたことに意味があると思うんでね。冥界っていうのは、一応僕冥界、うちのメンバーでね、冥界使ってるやつがいるんで、冥界に関しては意外と詳しいんじゃないかと自分では自負していて、そんなに詳しくないんだけど墓地から出てきたモンスター以外のモンスターを、まあ、墓地の振るっていうフリーチェーンでね、
あのオグドアビスっていうのがめちゃくちゃ強いやつがいるんですけど、あの墓地から出てきたやつは許すけど、墓地から出てきてないやつはもう許さんみたいなやばいやつがいるんですよ。フリーチェーンでね、墓地から出てきてないやつは全部あの墓地を送るっていうやばいことをしてくるねモンスターがいるんで、多分それが立つんだと思われます、おそらくね。さあ来た、あ来たか、来た、オグドアビスだ、冥界神オグドアビス、わあ、フィールド上のモンスターを全部リリースして、3体だっけ、3体リリースすると墓地から出てこれると、墓地から出てきたオグドアビスで、オグドアビス君は墓地から、あ1枚でもできる、ありがとう。なんかこれこの後つなぎたいとかある、でアロン、はいはい、アロンを、あー墓地送んなきゃいけない、めんどくさいね、まあいいや、儀式の下準備かぶってればいいや。これでこのオグドアビス君がなんかその墓地から出てきてる、モンスターだけは許すけど、それ以外許さんみたいなまあそんなモンスターはね、私のパーフェクトデクレラーでね無効にして差し上げればいいじゃないですか。まあ、3100っていう打点がちょっと若干めんどくさいんで、まあ、そこだけなんとかしたいって言ったところ、マンジュゴット来た、マンジュゴット来た、まずは、儀式の下準備打ちます。で儀式の下準備打ってから考えるやつですね、これね。あこれ儀式の下準備さ、あっ、間違えた、パーフェクトデクレアラー立ててからこれあの伊達天ペンってできる、神ゲー起きるかもしれない。そうですね、まずとりあえずデクレアラープロフェシーっていう最強カードを発動し、このカードの効果により、宣告者儀式モンスターを特殊召喚していく、もちろん弁天をリリースしてな、そして弁天リリースしてパーフェクトデクレアラーを出していく。でパーフェクトが出てると大丈夫か、オグドアビスクの効果使わなくていいのか、まあ、使ったところで無効にするけどな、サイバーエンジェル弁天の効果と、弁天の効果とデクレアラープロフェッシュの効果によって、なんと津田にしたモンスターが手札に戻ってくるっていうバグ効果バグってんだよな、どう考えても。とりあえずイダテンペンテンできるようにして、イダテン持つときを、そしてこれでデクレアラープロフェッシュの効果によってペンテンが戻ってくる、なんてことだ、儀式召喚したのに手札が減ってね、ぶっ壊れてやがる。さあ祝福の教会リチュアルチャージの効果を発動していって、祝福の教会リチュアルチャージはなんと機械天使の儀式を送って機械天使の儀式を持ってくるっていう、なんか破壊体制実質1回付与しただけみたいなやばいこともできる。これによって機械天使の儀式を墓地に送り、機械天使の儀式を手札に加えさせてもらうぜ。何の意味があるんですかリュウさんと思う方いらっしゃるかもしれませんが、一応機械天使の儀式っていうのは墓地から除外すると、フィールド上の機械、まあ、機械天使というか光属性モンスターが、戦闘効果で破壊される場合、墓地から除外すると復活の復元みたいな感じで破壊を免れるっていうことができます。はい、最強です。シャドウディストピア君、これあれですね、これ闇属性だとめんどくさいですね、これね、これもしかしてあれですか、機械天使の儀式の効果が無力化されてるやつ、実はやるやん、シャドウディストピアはフィールド上のモンスターが全部闇属性になるっていうね。これあの結構超融合とかでスターベルム出しやすくなったりするんですけど、まあいいや。でイダテンの効果、まあ機械天使の儀式の効果死んでも別にそんなにヤバくないだろう。で弁天の効果、オグドアビス大丈夫か、オグドアビス君これ効果使ってこないと俺手が減んないぞ。効果はね使えるんだったら使った方がいいですよ、絶対にね。とりあえず何持ってくるかって言われると墓地に1枚でしょ、これだから対話拒否モンスター持ってくればいいんじゃないの、これ対話拒否モンスター持ってこよですね、今から対話拒否をしていこうというふうに考えてます。ですね、まあ、とりあえず手札に加えるカードどれでもこれでいいか。でですね、今1体墓地に行ってるんで、あと2体墓地送ればいいんですよ。でデクレアラディバイナーとかいうモンスター、最強モンスター出して、でデクレアラディバイナーの効果でアークデクレアラを墓地に送ります。でこの効果によってアークデクレアラが墓地を送ったため、儀式魔法または儀式モンスターを持ってくることができる。でこれで儀式モンスターをまあコストになると思うんですけども、これ一応サイバーエンジェル持ってきますか、あんまり出しませんけどね、うん、これ多分ね出しません、このモンスター機械天使はコスト、はい、何が機械天使だみたいな話ありますけど、ちょっとタクシー出すか、タクシー出していやダキに出せよっていうね、ダキに出せよお前、そんなに頑張ったらダキに出せよと思うじゃないですか、出さないんですよ、なんでかってクリスティアのコストにしたいからなんですよね、はい、こっちの方がそして強いっていう。クリスタルウィングシンクロドラゴン、このモンスターはモンスター効果を無効にでき、
さらに相手をぶん殴る場合、相手の攻撃力を吸収するっていう最強法を持っている。そして相手は特殊召喚をすることがここにできなくなった。そして何でも効果無効が守備表示で置いてある。勝ったら完全に今、盤面説明しますと、モンスター効果1回向こうおじさんが立ってまして、で相手特殊、相手ってか自分もですけど、相手も自分も特殊召喚できないよっていう状況になってまして、で、パーフェクトデクレアラーでなんか何でも効果無効にしますよっていうのが今手札コストの分だけあるんで、手札コスト今天使族3体いるんで3回あります。はい、これクリスタルウィングシンクロドラゴンでいいのか。これクリスタルウィングシンクロドラゴンの効果で、相手のモンスター効果無効にして、相手のモンスターの効果を無効にして破壊した場合3100打点がアップする。はいはい、最強。はい、ちなみにラバゴも出せません。もモンスターを特殊召喚できないんで、自分も相手も、あ、シャドウディストピアの効果も発動できません。トークンが出ません。なんでかっていうと、クリスティアの効果で特殊召喚できないんで、お互いに。で、あれですね、デクレアラの効果で、まあ、効果は何でも無効にしていくと。これが機械天使最強盤面です。はい、ちなみに機械天使はいません。盤面に機械天使はいません。ゾウハの効果なんだこれ。ゾウハ君の効果許容、別にいいですよ。いくらでも特殊召喚とかできるものはしてみなさい。クリスティアの前に何もできないくせに何もできねえだろうかお前。なんかできんのか。特殊召喚できなくてモンスター効果は1回無効になって、何でも無効か3回あるぞ。返せるものは返してみながら。ゾウハ、ほう、なるほど。これなんかやってることアルデクと変わんないんだよな、あんまり機械天使ってこういうデッキあったんだっけ。一応さ、俺サイバーエンジェルだけに使いたくてこのデッキ組んでたはずが、なんか気づいたらなんか戦国者に汚染されてマジやべえことになってたっていう話する。で、儀式の準備とかいう最強カード来た。まあ一応儀式の準備は打てるんで、儀式の準備だけ打っといて、はい、で儀式の準備打っといて、で儀式モンスターレベル6以下の儀式モンスターをなんかサーチするっていう効果があるんで、まあ、とりあえず前提持ってきますか。まんじゅうゴットも、あ、特定のカードね、これ。ああ、そういうこともできる。はい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 。あ、そういえばそれ墓地から回収ってことがあったの。で、まんじゅうゴットはアタッカーマンジゴットはアタッカーで、イダテンですね。イダテンも持ってきて、ちなみにこれ相手に盤面返されたとしても、あのイダテン弁天できるんで、はい、最強です。いきましょう。もうあとは全員攻撃表示で、はい、かわいそう、かわいそうすぎる。はいはい、ゾウハ君の効果、ゾウハ君の効果は、このカードが欲しい存在する場合、あ、違う、破壊する場合、わかんねえけど、なんかようわかんないけど無効にする。ようわかんないから無効にするわ。ようわからんから無効にするわ。雑に、雑に無効でプレイング関係ねえ。このデッキ最強や。プレイング関係ないぞこのデッキ。神ゲーや。うい、これフリー対戦でやらないように、ね、皆さんね、これあのフリー対戦で嫌われますんでいや、手札誘発入ってないくせによ、手札誘発とか入ってないくせによ、フリー対戦で使えなかったらどこで使うんだよこのデッキ。ランク戦で上振れるときぐらいしか使わないけどよ、本当にどこで使うんだよゾウハ君。あ、なんだっけゾウハ君。もうなんかわかんねえけど、わかんねえけど、なんかゾウハ君の方がビームいいや、回収するのは。いくらでもどうぞ。このモンスターを突破できるんだったらどうぞって感じだ。ゾウハ召喚バトル弱すぎて草、弱すぎて草、弱すぎて草生えるんごね。おっと、なんかおもむろにセットしてきたな。あ、ちなみに一応パーフェクトデクライダーの弱点はカウンタートラップとかですね、あの神の計画とか、あっち系のモンスターの効果無効にするよみたいな効果だと、あのチェーン食えないんでカウンタートラップ捨てるって早すぎてなんですけど、まあカウンタートラップさえなければ、まあ、いくらでもどうなる、どうでもなるっていう話ありますね。はい、これワンチャンデュエルリンクスミンの方がこのモンスターしょれるかも。天罰とか入ってるから、デッキの中に聖眼とか、はい、
これ機械天使デッキって言いながら紹介したらこれ怒られるぞマジで。機械天使一匹も儀式召喚してないまである。やばすぎるこのデッキ。機械天使って何だったんだろう。さてまた先行を取られてしまったようですね。あーでもなんか割と反動は強いな。いやなんかなんだかんだね止められなければそのあれなんだよね、あの後から出てきて無効にするみたいなそういう効果はエクスパラディン、はい、なんだこれ強そう。これはなんかチェーンナイト、チェーンナイトだっけ、チューンナイトか、チューンナイトを装備していくスタイル見ましたね、はい、これは僕レッドアイズギミックで使ってますね、はい、でチューンナイト出てくる、チューンナイト効果で、出てくるとチューナーになると。この効果使ったらなんかエクストラディクラスはモンスター属性ができないみたいな言ったんでしょうか。見たら島だったよな。イゾルデ、これイゾルデ使うんだったらその効果使わなくていいんじゃないの。聖騎士の追走イゾルデ、まあ、出てきたモンスターは強いよね普通に出てきたモンスターは強い。とりあえずこれ儀式の下準備打ってから、あ聖騎士だ、え聖騎士っ子さ、さだってそれ特殊召喚したいんじゃないの。それチューナー化の効果使っちゃっていいの。大丈夫君、送りすぎだね。装備カード5枚送ったやん。サイレントソードマンレベルアップ、え魔法カード無効おじさん来た、え待って、え、ちょっと待って、え、それ聖騎士と相性悪くない。待って、それ聖騎士と相性悪いと思うんだけど俺、そのモンスター応急の遅れ、すべてのトラップカードとか無効化される。あオフレサイトや。やばいこと起きた、やばいこと起きた、オフレサイトや、オフレサイト、オフレホルスならぬ、これやばいぞ。今フィールド上のすべてのマジックトラップカードが無効になってしまった。やばいデッキ使っとるやん、やばいデッキ使ってるやついる、やばすぎる。行くしかねえ、行け、儀式の準備発動、バリ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 、うわー儀式の下見準備ビリビリ、うわー、サイバープチェンジェルを召喚、サイバープチェンジェルの効果発動、サイバープチェンジェルの効果発動ガチでやばい、ガチでやべえこと起きてるって、やべえこと起きてるってこれ。機械天使の儀式発動、バリ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 、どうやって勝つのこれ、無理だろ無理だろこれ。てかそもそもお前のデッキ絶対相性悪いだろ、なんでそんなカード入ってんだよ。